はい、こんにちは、ボスコンくんちゃんのパパです。今日はね、うららくんプラスララちゃんでね、撮影していきたいなと思います。ちなみにキララちゃんはね、家の中のどこにいるかわからないので、もうね、来たらラッキー、来なかったらね、来ないで多分寝てるかなと思います。ということでね、まあララちゃんね、ララちゃん何匂い出るのララちゃんということでね、ずっとうららくんのね、おけつを匂いでおります。まあお尻と言った方がいいかな、おけつじゃなくて。かわいい我が家のね、猫ちゃんたちなんですが、全然カメラ目線じゃないし、カメラ関係なし、もうお構いなしということで、ちょっとそっちの方向きようかな。で、アップドアップドアップにならないよいしょーということでね、今日もね、アップで何匂い出んのララちゃん、ララちゃんがめちゃくちゃうららを匂いでいる。何かね、いい匂いするのかな、どうなのかなということでね、今日もね、朝一雨が降っていたんですが、雨は止みました。雨は止んだんですが、天気のね、天気お姉さんによるとまた雨が降るかもしれない、ちょっと微妙な天気ではございます。皆様の地域どうでしょうか。さあララちゃん、早速ね、爪とぎしておりますが、爪とぎはね、こっちのね、キャットタワーにあるんですが、わざわざね、ソファーで爪とぎしてくれます。そしてうららくん、昨日と違って全然遊ばない。なんでかな、なんでかな、なんで遊ばないのかな。うららくん、おいで、うらら、ララちゃんが来たけど、ララちゃんね、カメラの手前に来たら意味ないよと、映らないよ。ララちゃん、よいしょ、ほらこっちこっちこっち、全然もうね、我が家の猫ちゃんたちね、もうカメラお構いなし、よいしょ、ここでね、ここで、なんでみんな、パパの方じゃなくて、こっちで遊びなよ。なあ。ほんで、ララちゃん、隙間探しております。で、うららくん、うららくん遊びモードか、うららくん遊びモードか、どうでしょう。うららくん、うららくん遊びモードか、またこれね、昨日と同じパターン。昨日と、おう、昨日とね、同じパターンですよね、これ。うららくん、お、二人で遊ぶかな、ララちゃんダメだけど、うららくんは、うぃー。ういういういまあこんな感じでね、今日も遊んでいきたいなと思います。ララちゃんは全然来ないけどね。あ、ちなみにね、子供たちがね、昨日というかね、一昨日ぐらいからかな、まあね、輪ゴム鉄砲にはまっておりね、そこら中に輪ゴムがおっております。もうね、輪ゴムだらけ。パパもね、小さい頃ね、よくしましたが、まあ、久しぶりにね、昨日ね、作ってみるとね、やっぱね、小さい頃の記憶というのは覚えているのかな。うまいことできてね、息子も大喜びでした。さあ、うららくん。うららくんは遊ぶの好き。体に似合わず遊ぶの好きでね、見てください。ララちゃん、何をしてるのかな、ララちゃん。ララちゃんにはボール持ってきたろ。ちょっとね、ボール取ります。ボールをね。さあ、どのボールがいいかな。いっぱいボールがあります。1個にしようかな。ピンクのハートのボールにします。映っているでしょうか、映っているでしょうかと言いながらも、パパは映っておりませんが、さあ、うららくん行くかな。よいしょ、興味を持つかな、うららくん、どうでしょうか。猫じゃらしの方がいいにゃーと、猫じゃらしで遊んでいますが、ララちゃんは無関心すぎる。ボールで、あ、二人で遊び出しました。ララちゃんとうららくんが二人で仲良くね、顔を押さえつけたりして遊んでいますが、お、ララちゃんが、ララちゃんが、ボールをペロペロ、ボールをペロペロ、それ転がして遊ぶんだよと、転がして遊ぶんだよと、うららくんもね、でもうららくんはやっぱりこっちがいい。これが好き、これが好き、パパと遊ぶのが好きということでね、まあね、いつもこれ、もう毎日これ。しかもね、今カメラ見るとね、ジャンプした時うららくん映ってない。ちょっとこんなぐらいかな、こんなぐらいだとジャンプした時映るかな。よいしょ、うー、よいしょ、おー、よいしょ、ブッララちゃんが狙っております。ララちゃんが狙っております。ララちゃんが狙っております。虎猫好きさんいるでしょうか。虎猫好きな方は多いんじゃないでしょうか。我が家にはキジトラ噛みました。キジトラとサバトラがおります。さあ
ララちゃん頑張って頑張って、ララちゃん頑張って、ララちゃん興味がない、ララちゃん全然興味がない、ちょっとぐらい遊ぼうよララちゃん。でもね、見ていてくださいこれね、読んだらいきます、自信があります、パパはね自信があります、見ていてください、もうララちゃんはパパが大好きと信じております。ララララちゃんさあ来てくれました、嬉しいな、ということで、今日もそろそろね、動画終了となります。短めの動画なんですが、うららくんがでもね遊ぼうよと、おーおーカメラカメラ、ララちゃん、ララちゃんのスリスリがすごい、こんな感じでね横におります。でうららくんはね早く遊んでくれとね待っております。うららくんアップ、うららくん、うららくんとララちゃんが遊んでいます。ということでね、もうね、あとね、うららくん、ララちゃんがね、遊んでるのを少し撮って、終了したいなと思いますが、今ね、猫ちゃん、多動買いされてる方、どうでしょうか、どんな風に遊んでるでしょうか、パパの YouTube のお友達でもね、猫ちゃんね、5匹飼っていますとかね、まあ、1匹って方はね、割と少ない。結構ね、2匹以上が多いかなと思うんですが、やっぱね、まあ、一人一人ね、1匹1匹個性があって、ソファーで寝ている猫ちゃんもいたらね、隣で一人で遊んでる猫ちゃんがいたりとかね、みんなね、個性があってね、とても可愛い、一緒に遊んでる姿もね可愛いですが、我が家はねこんな感じでね、以前も言いましたが、キララはねうららくんとね、仲悪くはないけど仲良くもないというような感じで、ララちゃんとねうららくんが仲いいということで、まあ、いつもこんな感じでね遊んでおりますが、うららくんがねチラッと尻尾が見えてるかと思います。さあララちゃんはねこんな感じでね毛づくろい、うららくんも毛づくろいということで、毛づくろいでね、思い出しましたがね、ソファーがねキララ気になっている。これねもうね毎日ね掃除機しないとダメ、見てくださいこれ。もうね虎猫も毛が抜けますが、うららくんはね白色ということで毛がめちゃめちゃ目立つもんね、これやばいよ、うららくん。まあね、こうやってね、目に見える方が掃除していいのかもしれませんが、まあ服につくのはね結構大変。ララちゃんがねああやって座ってもね、毛はつきます。毛が抜けて毛はつくんですが、でもねそこまで目立たない。まあいいのか悪いのかで言えばね、どっちもどっち、目に見える方が掃除しやすい。でもね、目に見えるということはね、常に掃除機しないとダメ。目に見えないということはね、掃除機ね、逃してしまうかもしれませんが、ただね、服についても目立たないというね、メリットデメリットがあるかと思いますが、外でクインちゃんが怒っておりますので、早く遊びに来いと、クインちゃん早く外で遊べと言っておりますので、今日はね、この辺で終了したいなと思います。じゃあね、ララちゃん、うららくんバイバイしてくれるかな？よし。うららくんのバイバイの、これね、猫ちゃんのね、トイレシートに使っております。ワンちゃん用でございます。うららくんどこ行った？うららくんの、ブー。